こんにちは、天の仕事道具店です。今日はリモートワーク化に伴ってミーティングが激増した私を助けてくれたこちらのノートとそのおすすめの使い方を紹介していこうと思います。よろしくお願いします。コロナの影響で今年の春からリモートワークに切り替わった方が多いんじゃないかなと思うんですけど、それに伴ってね、すごいミーティングが増えた方多いんじゃないかなと思います。たくさんミーティングがあると、一つ一つのね、ミーティングの内容を覚えてられなかったりとか、なんかやらなきゃいけないことあったけどなんだか覚えてないとか、頼まれてた仕事すっぽかしちゃったりとか、共有をし損ねてしまったりっていうのが結構あって、これはね、ちょっと良くないなと思っていました。で、そんな時にね、ロフトでのんびり歩いていたら、このノートがあって、最初はね、デザインがすごい可愛くて、一目惚れで買ったんですけど、すごい私のこのパツパツのね、脳みそを助けてくれたので、その紹介ができたらなと思っています。では、このノートの説明からしていきます。このノートは、ラボクリップっていうところが出しているキーノートと呼ばれるノートです。でサイズはね、A5 スリムっていうのを使っています。なんか他にも A5 サイズかな、普通の A5 サイズのノートもあるみたいです。で、気に入ったデザインのポイントが、この表紙がね、まずツルツルしてて、色もね、可愛いし、このキーノートがね、金の白押しになっていて、でダブルリングもね、金色になっていて、すごい上品で可愛いなと思って買いました。中身はこんな感じになっていて、左上に日付とタイトルを入れるところがあって、隣にインポータントリストっていうのがあります。で、ノートのフォーマットは横に2分割されていて、縦に6分割されています。私はちょっと使いこなせてないんですけど、ここにミシン線が入っていて、これをね、切り取ったりするとインデックスとして使えたりとかするみたいです。で、私が使っているのは 6mm 罫線っていうフォーマットを使ってるんですけど、他にもドットとか方眼とかもあるようなので、自分に合ったね、やつを探してみてください。はい。次に、これが実際使っている画面になります。頭のね、中身をこう整理したりとか忘れないような備忘録として使うっていうものの他に、すごい効率化にも役に立ったので、そこもね、紹介していければと思います。ノートの使い方は、まず1ブロックに対して1個のミーティングをメモっていくようにルールとして決めました。一つのこのブロックに書く内容なんですけども、議事録ではなくて、私がやらなきゃいけないトゥードゥとか、あと誰かに確認しなきゃいけないこととか、チームのメンバーに共有しなきゃいけないことっていうものだけを抜き出して書いておきます。その時にやらなきゃいけないことっていうのは、このオレンジ色とかなんか違う色のペンでね、書いておくと、パッと見た時に、あ、これトゥードゥかっていうのがわかるので、おすすめです。実際この方法でメモを取ってみると、このノートを見れば、ここにやらなきゃいけないトゥードゥとかが全部書いてあるので、わざわざ議事録とかを検索して見に行ったりしなくてもよくなります。地味にね、議事録をこう見に行って、自分のタスクをこう、目視で探して、あ、これやんなきゃって確認するのって時間がかかると思うんですけど、これとかだともう一覧になってるので、今日の午後全部ミーティングだってなっても、ちょっと早めにミーティングが終われば、3、4分とか空いたりとかするので、その時にもう上からどんどん共有とかだったら、文章を打ってみんなに共有するだけだし、確認とかだったらもう確認投げておけば帰ってくるの待つだけみたいなタスクをどんどん潰しておいて、すぐできるタスクっていうのをね、すぐ潰せるようになりました。ぜひリモートワークとかリモートミーティングでもしね、おすすめとかあればぜひ教えてください。では年末忙しいと思いますが、体に気をつけて最後まで頑張っていきましょう。バイバーイ。